おはよう。お兄ちゃん、起きてー。今日は私と一緒にお買い物に行ってくれる約束でしょほら、早く起きていこうよ。まだ寝てたいって。もう、そんなにわがままばっかり言ってると、キスしちゃうぞ。ちょっと、せっかく可愛い妹がチューしてあげるって言ってるのに、そっぱ向かないでよ。ふんだ。そっちがその気なら私にも考えがあるもんね。 えへへ。ぎゅどうお兄ちゃん。私の体、暖かいでしょ。布団に入ってくるなって嫌です。わがままばっかりのお兄ちゃんの言うことなんか聞いてあげないんだから。ほらほら、このまま妹にずっと抱きつかれてるか、早く布団から起きて出かける準備をするか、早く決めちゃいなよ。んどうしたのお兄ちゃん な、なんで真正面から抱きしめ返してくるのいや、ちょ、顔近いよい。いい匂いがするって。妹の匂いを嗅いで興奮しないでよ。お兄ちゃんないッち。変態。はぁ。ほんとお兄ちゃんって最低だよね。悪い悪いって。ほんとに反省してるのんー。反省してるってそう。 れ、じゃあ、あ、今日のお昼ごはんお兄ちゃんのおごりね。あー、文句はもう聞き入れません。ほら、早く準備しないと日が暮れちゃうよ。あ、お兄ちゃんちょっとこっち来て。へへ、さっきの仕返し。それじゃあ玄関で待ってるから、早く着替えてきてね。